皆さん今日赤坂で歯医者に行きました。歯医者終わってから2時間経ってお腹空いてきて、なんか食べようと思ったら寿司庫に入ります。赤坂の寿司庫は大好きで、いつも赤坂に来ると寿司庫に入ります。これからも寿司庫に入って寿司は食べようと思っています。でちょっとお酒も飲みます。今日はお酒飲む時期だから一番幸せです。じゃあ寿司庫に入ります。一品料理がたくさんあるから寿司庫は大好き。アスカーも今日飲みます。じゃあ入ります。寿司庫に入ります。飲んでるから刺身を頼まなきゃいけない。今日は白身にしました。ヒラメの白身です。これから頼んできますので刺身に来ました。これはあのヒラメです。とっても薄くて美味しそうです。確かにとても合いますよね。これはヒラメはどこのヒラメですか。ヒラメですか。これヒラメですよね。どこのヒラメ。青森。あ、青森。わ、めっちゃ美味しそうね。じゃ青森のヒラメいただきます。これは、柔らかい、本当に美味しい。で、アスカン。このヒラメは今とりあえずこのままにいただいたけど、今はポン酢にこれを入れて、もみじおろしを入れて、これも絞ります。絞って今日は酔っ払うつもりです。何それ。いただきます。そうなの。エジェピーズ別に。もうすごい柔らかいこと。赤坂通りの寿司庫に来ました。今日は刺身とアスカンを食べたかったので、アスカンは特に飲めたかった。今日すごい寒い、寒くてアスカン飲むと体温めるから、ちょうどあと今日赤坂歯医者行ってきて、歯医者終わって、じゃあ寿司と刺身とアスカンを食べてから帰ろうかなと思った。皆さんにも寿司庫の赤坂の寿司庫に紹介してあげたので、ここのヒラメ本当に美味しい。あと寿司も安くてとても美味しいですよね。ぜひ赤坂に来たら赤坂通りの寿司庫に来てみてください。食べてください。とても美味しいです。じゃあ最後までいただいて家に帰ります。で、何するんですか。アラスカ。次は小餅昆布の刺身を頼んだので、小餅昆布を食べたいので小餅昆布いただきます。小餅昆布はつまみでとても美味しいです。でもちろんアスカ。あとはシシャモと、はい、あのつぼサザヤキ、なんていうの、サザエのつぼ焼きと白エビお願いします。白エビの唐揚げ、はい、白エビの唐揚げお願いします。一人で結構食べるよね、はい、でもしょうがない、お腹空いてるからお願いします。美味しいですよ。美味しいですよ。おー、来ました。サザエのつぼ焼き。サザエはどこですか。静岡。おー、いろんな、なんて寿司屋でいろんなところからいろいろ持ってくるよね。美味しいところが分かれてるかな。美味しいところとか。唐揚げも来ました。これはどこですか。富山ですね、はい、富山、静岡。すごいね。で、アラスカの小餅昆布。あれはすごいですね。アラスカの小餅昆布すごいですね。でも小餅昆布は日本にある？あ、日本にもある。でもあんまり取れないってこと？あ、そうですね。じゃあ、でもアラスカの小餅昆布でもすごく美味しかった。美味しい。やっぱり寒いところから。アラスカすごい寒いところから。美味しかった。とても。ありがとう。その場所の有名なお魚とか、お魚とかものを仕入れてるから、こうやって美味しいものをお出しできる。あ、そうなんですか。でもね、寿司庫なのに、すごいあの寿司庫安いイメージあるんじゃないですか。安いイメージあるのに、とってもとても美味しいですね。そう、だから私ずっとここ来てる。知らないでしょ、私のこと。前回も。
何ヶ月前？前回は2週間。違う違う、あの高校に勤めてるのは何ヶ月前？もうコロナがあったから、うん、ここずっと閉まってたよね。休んでたんですよ。そうそう、私ずっとここ取って、なんで寿司大好きな寿司閉まってるの？コロナで10月の1日まで休んでたんで、自分はもうまだ2週間ぐらいしか働いてないんです。まだ始まったばかり。始まったばっかり。よろしくお願いします。私しょっちゅうここ来てるから、これからお願いします。ありがとうございます。いろいろ説明してもらって、ありがとうございます。ボストンの生本マグロ、ボストンっていう国の、アメリカのボストンっていう国の生本マグロ。生本マグロ。マグロがおすすめ。あと、カツオの塩たたきとか。カツオね。カツオなら食べれるな。どうですか、もしよかったら。じゃあ、カツオの一人かけ、お願いします。缶終わったので、次は八海さんを飲みたいので、八海さんを持ってきてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあ、八海さんを飲みます。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。塩たたきはお持ちして。はい。朝飲んで。飲みましょう。あの時は結構2年前でしたけど、夜10時ぐらいまで飲んでましたよね。美味しいね、これは。冷たくて美味しい。もしかしてアスカンより美味しいかも。一番あれですね。まあアスカンも大好きだけど、それは美味しい。一番若いですよね。うん、初めてこれ。すごい美味しいです。じゃあサザエをいただきましょう。柔らかい、うん、柔らかくて美味しい。またコロナ戻ったら、またあの可愛いゴミ出しに復活したい。白エビをいただきます。白エビも富山から来てるから、とても美味しそうですね。すごい美味しそう。はい、いただきます。白エビちゃん、めっちゃ美味しい。全部食べちゃう。おい、何来ました？次はシシャモです。シシャモ、シシャモ美味しそう。わお、すごい美味しそう。ここのシシャモはあの、なんという、痩せてるんじゃない、太ってる。で、中の卵が入ってる。卵大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。お、いっちゃいます。シシャモいただきます。シシャモ私は手で食べる。ライフ全部食べちゃいます。あの尻尾から頭まで。すいません、緑茶タイプだ。めっちゃお腹空いてた。今日歯医者行って2時間ぐらい何も食べないから、最初の奈々さんがちゃんと意外と謝れてた。あ、そうだった。頭まで。だから、うん、ご飯を食べるからですよね。さすがにそんだけの期間を本当に美味しいです。それはそうだよ。この塩たたきが来ました。いただきます。そう、ジュリちゃんと部屋に行ったぐらいだったんで知らなかったですけど、あんた絶対食べちゃう方がいい。カツオ、あ、自慢でしかないですもん。もうあのマロラニのあの何ですか、コーナーに向く何でしたっけ、あのミョウガも、うん、お腹にコースですよ。カツオとミョウガはすごく合う。マジなんですか？すごい。とても美味しい。でもちろんお酒も。もう奈々さんのあれはなかった。はい、ミョウガ。じゃあ私巻き卵はあの2個あるやつ、一人だから4つも食べられないよね。4つやあるやつもある。じゃあ2つの方にお渡しにください。はい、かしこまりました。失礼します。はい、あとお寿司頼みたいので、きお、はい、白身は何ありますか？白身はタイ、カンパチ、ヒラメ、
感覚、体感覚。じゃあそしたら鯛を一つ、ヒラメを一つ、ヒラメを一つ、あと金目鯛を二つ炙ってください。金目鯛二つ炙りで、はい、お願いします、はい。ありがとうございます。卵来ました。めっちゃ美味しそうね。この卵は。だし巻き卵。はい。鯛、ヒラメ、金目鯛。鯛、ヒラメ、金目鯛2つ炙って。ありがとうございます。はい、だし巻き卵からいきます。そりゃそうだ。うん。来た。甘くて美味しいね。デザートみたい。はい、それでしょ。熱い。プロだし、可愛いから。全部口の中に入れたら熱くなってきた。もちろんお酒も。はい、乾杯皆さん。ぜひ寿司こで飲みに来てください。違うじゃん。YouTube チャンネルじゃないじゃん。めっちゃ美味しい。すいません、わさびちょっともらえますか。お願いします。やっと変わったんだ。じゃあ食べます。いただきます。寿司。何ありますか。ウニワンとアサリワンとシジミワンとアラワンがあります。じゃあ私はあれなんだっけ。アサリ、はい、アサリでネギ抜きお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。金目鯛を、私ね、わさび大好きで、上はわさびか入ってるんですけど、わさびもちょっと上をかけて、上にかけて、醤油にかけて食べます。でもあれも多分嫁さん、昔からの一般人の金目鯛、そうだ、東北市だ、そうやろ、かけすぎ。ちょっと待って、涙出ちゃう。マジで乾杯。おいしい。わあ、見た。もう結構食べる。これも全部食べちゃいますよ。いただきます。から入れな、はい、一の蔵、美味しそうね。これさっきは八海山を飲んだね。八海山は新潟のお酒、次は一の蔵、宮城県のお酒飲んでみます。でも本当にできない。あ、一の蔵の方が薄いかな。そう、そう、教えてあげて。薄いですね。一の蔵初めて。あ、違う。一の蔵の方が強い。味が濃い。いきなりやれよ。どっちかな。もう酔っ払ってる。分かんない。どっちの方が。すみません。あとウニとイクラお願いします。はい。一貫ずつ。ウニとイクラ。ウニとイクラ。でお腹いっぱいになるかな、はい、じゃあウニとイクラお願いします。美味しいの頼んだ。結構今日頼みました。ちゃちゃま虫、あ、すごい美味しそう。このちゃま虫は早いですね。ウニとイクラ、はい、食べます。今日はね、3本も一人で飲みました。アースカンから八海山、一の蔵、全部今日一人で飲みました。ベロンベロンで帰ります。だけどまだウニとイクラ、アサリの味噌汁ちょっと残ってます。これからいただきます。はい、ウニいただきます。おいしい。甘い。
ここデザートないですよね。アイスクリーム。アイスクリーム。はい。アイスクリームあるって。次はいくら？いくら？皆さん乾杯。皆さん、私の動画見てくれてる人たちは本当にありがとうございました。乾杯。私ももうちょっとしたらもう終わりますので、これ最後のお酒だから終わりますので家に帰ります。今日は車じゃない、今日タクシー乗って帰ります。結構たくさん飲んだけど、でも私はめっちゃお酒強いから3本飲んでもまだ全然良くない。もう一本、あと二本もいけるけどね。はい、上がりを飲んで帰ります。書いていいですか？結構食べましたので何書いていいの？書いていい。もうご飯終わったので書いていいですか？あもうちょっと言ってください。言わないで。あ、そういうことですか。言葉のあげちょっと。じゃあお茶を飲んで帰ります。邪魔しました。また今度よろしくお願いします。ありがとうございます。お会計お願いします。帰ります。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とても美味しかったです。